5月17日月曜日の全国の天気をお伝えします。梅雨前線が南下し、朝から本降りの雨となるところが多くなりそうです。ではお天気アイコンで確認していきましょう。北海道から九州にかけて朝は広く本降りの雨です。強雨や雷雨となる恐れもあるためご注意ください。だんだんと北日本はお天気は回復傾向で、北海道の日本海側を中心に日差しの届くこともありそうです。また中国地方なども闇間が増えていきますが、雨具は夜まであった方が良さそうです。関東地方はすっきりしない空の一日、にわか雨にご注意ください。また沿岸部ほど風が強くなりそうです。沖縄は晴れて真夏のような体感です。その他のエリアの気温は24度前後まで上がるところが多く、日中はムシッとしそうです。北海道は昼間でも少しひんやりとしそうです。服装にお気をつけください。以上、月曜日の全国のお天気でした。